はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。11時半を回りました。11月の今日は3日、文化の日ってなんかわけわからん名前の祝日ですけど、これ昔の明治節と言いまして、明治天皇ですね、がですね、の誕生日仕事だから、明治節とか言いましたね。明治節って言い始めたのは多分明治以降の大正以降だと思うんですけど、明治が終わってからの大正以降だと思うんですけど、まあ昭和、戦前はですね、明治節と言ってですね、お休みだった日ですね。でこの日を今はですね、文化の日ということでですね、明治節でええやないかそんなもんと思うんですけど、お休みです、金曜日ね、世界は動いているのにですね。ちなみにですね、その日本の相場はあれですけど、なんとあのドルウォンはですね1326と凄まじいですね、ウォン高になっていますね。なんでやろうっていう感じですね。ようわかりませんけど、他にですね、昨日ニューヨークはですねだいぶ上げました。$564上げて、原油は堅調 82.55 なんですね。でドル円は 150.44 で、これは今も取引中でございます。でドルが、ドルちゃうわ、円がですね下がってんのになんでウォンだけ上がってんのっていう変な感じですね。香港はですねプラス345と、これも調子よく上がってますね。このウォンの動きはどうも分かりにくいですね。アメリカの10年利回りが 4.66 とですね、軟調なのが響いているのかもしれませんが、であればですね、円も一緒に上がるはずなのに、円が上がるのは上がっていないと。まあ151まで行ったと思えばですね、150もまあ悪くはないんですけどね。まあでもそんなビビッドではないですね。さてそのウォンの国に関係する話なんですけども、朝鮮オンラインにおととい11月1日にこんな記事が出てまして、中国当局が閉鎖したユン・トンジュの生家とアン・ジューコン、アンジューコン、向こうで何て言うのかな、アンジューファンかな、なんかようわからん。日本語でアンジューコンです。アンジューコンとして知られてますね、日本では。展示館が再オープン。韓中関係改善に向けたシグナルとの見方もと。過去に何度か申し上げましたけど、アン・ジューコンというのはですね、ハルビン駅頭でですね、伊藤博文を暗殺したですね、暗殺犯なんですね。でただのね、ただの暗殺犯ですよ、この人、アン・ジューコンっていうのは。ところがですね、韓国ではですね、まあ多分北朝鮮もそうですけど、英雄なんですよ。ただの暗殺犯ですよ。で、ハルビン駅頭で伊藤博文、当時はですね、もう何でもない、ただの長老の一人、ちおたんかな。を暗殺したわけですね。朝鮮初代統監かな、まだ併合前の話ですにですね、朝鮮統監かなんかで役職で行った人であって、なぜかアン・ジューコンは恨みましてですね、暗殺を、ハルビン駅とロシアに向かう途中で暗殺をしたんですね。でですね、まあそのおかげでですね、伊藤博文というのは実は日韓併合大反対派だったんですよ。こいつが一人でですね、それだけあかん、やめたい、あんなしたらあかんって言ってたんですね。なぜそういった、なぜ反対してたかというと、よく朝鮮を知っていたからなんですよ。あんなとこ一緒にしたらね、ものすごい負担になってですね、もうえらい目に遭うと、日本国家はえらいことになるというふうにですね、大反対をしておりまして、そのですね、伊藤博文をですね、暗殺されたことによって、日本国内では一気にですね、併合派がですね、主流を占めて、1910年のですね、日韓併合につながるわけですけど、アン・ジューコンはむしろですね、日韓併合を促したこと、作用を結果的にね、行った人なんですけど、なぜかですね、独立のために戦った英雄になってまして、ただのテロリストなんです。で例えばね、1914年に、ハプスブルグのオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子がサラエボという町でですね、サラエボの青年にですね、銃で撃たれて暗殺、ご夫妻が
暗殺されるんですけども、そのサラエボの青年はですね、英雄になってるかというと、なるわけないよ、そんな。ただの暗殺なんでしょう。じゃあサラエボって今の何やったかな、あそこは、セルビアかな。で、英雄になってるかというと、多分なっていないと思うんです。恥ずべき暗殺犯なんですよ。ところがですね、韓国においてこのアン・ジュコンという人はですね、もう輝かしいですね、国のですね、英雄になっていてですね、その展示館がですね、遼寧といいまして、今の中国東北部の町に作られているんですね。なんでか知りませんけどね、その辺りに縁があったんでしょうね。ほんで、それを称賛してるわけで、中国もね。ということはですね、中国も韓国もテロ容認国家ということになりますね。ハマスのテロとはね、アン・ジュコンのテロは同じテロなんですよ。テロと位置づけられるものなんですね。テロ部かな。テロと位置づけられるものをですね、こっちは称賛して、あっちはあかんって言ってるわけですね。ダブルスタンダードやと。韓国も中国もそうなんですけど、見事によく似てるんですけどですね、世界の常識的な価値観を取り入れようとはしないんです。自分たちの考える正しいことが正しいことであってですね、それが国際的におかしなことであってもあんまり気にしないんですね。ものすごく主観的というか主体的というか、北朋鮮には主体思想なんてありますけど、あれもでもすごいよく似てるんですよ。もう自分たちが正しいというそういう発想なわけですね。でアン・ジュコンみたいなどう考えてもただのテロリストをですね、神のごとく叩いていて、でそれをまだ記念する、称賛する、その公演を称賛する記念館を運営しているのが中国ということですね。ものすごいソ連みたいなことなんですけども、彼らは全くそのことについてですね、おかしいと思ってる形跡はみじんもないんですよ。みじんもない。特に韓国ではもうそのなんていうか、ものすごい英雄です。ただのテロリストが、しかもね、歴史を見ればですね、アン・ジュコンがやらなければですね、自分たちの理長はもうちょっと続いていたかもしれないんですよ。そんな事実は一切関係ない。本当にあの人たちの歴史観っていうのはですね、もう笑わなしゃあないなという感じですね。笑うしかないというべきでしょうかね。ただね、こう同情すべき点もあるんですよ。それは何かと言いますとですね、朝鮮半島の歴史を見ているとですね、こうなんていうか、朝鮮民族が誇れるようなですね、こうなんていうか、こう事象というのはほとんどないんですね。華々しく対外戦争に勝ったとかですね、領土を広げたとかですね、そういうことはほぼなくて、いつも大陸側にいじめられて、時々日本からですね、軍隊が行って暴れ回ってということでですね、もうよくもですね、国が保ってたなというぐらいにですね、かわいそうな歴史ですね。かわいそうなと言ってしまえば奴ら怒るかもわかりませんけど、日本的に見たらかわいそうな、でしかもものすごい卑屈な、もう頭をこすりつけてですね、中国様みたいにですね、その中国にこびてですね、もう踏みつけられて、もう何にされてもですね、もういやあれ卑屈にいくという歴史なんと、公平に見てそうですね。で朝鮮半島の軍隊は強かったというですね、試しは一度もないんですね。対外戦争に華々しく勝ったということも一度もないんですよ。で朝鮮戦争ってやってるんですけど、1950年か53年、最初の頃だけは北朝鮮軍 vs 韓国軍なんですけども、途中から全くアメリカ軍 vs 中国軍なんですね。だからですね、これもですね、よその国の軍隊同士が自分の国土で戦ったという、なんとも悲惨な例で、どちらが勝ったとも言えないような結果に終わりました。だからね、まともにあの国の歴史を見てると、うわー、なんとこう虐げられて、いつもサンドバッグのように殴りつけられてですね、でしかも英雄がほとんどいないんですよ。韓国の二大英雄といえば、一人はアン・ジュコンというテロリストで、もう一人はですね、イ・スンシンという人がいまして、これは豊臣秀吉の文禄慶長の役の時にですね、朝鮮水軍を率いて、それなりに戦った人なんです。初期の頃は結構な勝利を収めていました。でも途中からもう全然ダメで、しかもこの人ね、
この人ね、こう初期の頃活躍しすぎたって言って、宮廷内のですね、あれを買って、エンサーを買ってですね、嫉妬でですね、嫉妬に狂った宮廷の官僚が貶めてですね、一回ですね、一兵士に貶めてるんですよね。それではですね、代わりの将軍が全然役に立たないっていうんで、もう一回将軍に服したと。で、一生懸命戦ってですね、最後は約束を破って日本軍に襲いかかって、返り討ちにあって死んでるという。そんな言うほど大したことないんですよ、実は。はっきり言うて。その大したことのないですね、イースンシンとですね、最後は条約破りでですね、まあ、返り討ちにあったイースンシンと、アンジュー、このテロリスト、この二人が一大英雄、二大英雄なんです。他にも何人かいますけどね、もうなんていうか、ふんっていう感じですよ。まあ、日本にはいろいろこう、歴史上の面白い人物いっぱいいますよね。今やってる家康もそうですし、同時代の秀吉もね、家康、信長もそうですし、幕末もまたいっぱい人物いますし、古代というか平安時代の割には義経みたいな人いますしね、物語に満ちていてですね、もう躍動の歴史が日本にはあるんですけど、お隣さんはドヨーンとして、前は言うてもしゃあないし、この辺で終わります。この著存オンラインのですね、アドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。